おい財布出せっつって、お互いの財布出して全額かけてタイマーってました。負けたことない。こちらハッスル、信用が売りだ、純度 100% ヒップホップパック。こちらハッスル、信用が売りだ、純度 100% ヒップホップパック。はいどうも、岩吹チャンネルです。よっしゃ、2人でね、はい、高谷君2回目です。今日は2回目か、2回目です。あの僕がアマチュアの試合出た時です。あ、ほんまや、はい、よう覚えとんな。覚えてます、ひろきも好きなんで。2人、2回目そんなに分からない。今回ね、はい、久々になるのかな。久しぶりですね。最近大会とかようやっとったけど、はい、この後多分これの前がタクちゃんやもんな。タクちゃんっすね。タクちゃんのホスト喧嘩じゃん、はい、あれは負けちゃったけどね。今回はまあ、ユースチーム関係ないんですよ。そうなんです。何するんですか。今日は休ませてもらいます、僕。やのに来てるんですよ。はい。旅費かかるのに。でも今回、旅費がただなんですよ。はい、それはなんでかというと、あの広島の株式会社ゼロさんっていうのが完全バックアップのもとやらせてもらってるんですね。ありがたいです、まあ、それ概要欄に今貼らせてもらうので、はい、また見てください。はい、めちゃくちゃいい会社、めちゃくちゃいい試合しね。なんで今回はこの前さ、トラがさ、はい、なんか広島やろうぜって言っとったよ。あ、言ってましたね。そう、それで広島側もあれを見てやりましょうってなって、はい、まさかの喧嘩自慢で、あの実現福岡 VS 広島で、はい、やることになりました。はい、ということでね、広島にね、今日トラ含めあと2人呼んでるんで、はい、ちょっとトラ全員来て。よし、トラ久しぶり。久しぶりです。こういう文字書いたやつすごく嫌いや。できます、できます。トラどう、反響は。いや、めちゃめちゃすごいですね。いろんな人から声かけていただいて。福岡で、はい、ここはこれ、あれ結構視聴者で多いんがさ、はい、どうすんのこれから。これからちょっと今年いっぱいは地元福岡で頑張って、はい、来年からは福岡を出て頑張ろうと思います。プロデビュー、プロを目指すってことですか。大阪の方に。神戸じゃないの。あそこも考える1年間。あ、そうです。考える1年間、はい、その反響があって、ね、はい、スターになっていく、ええことなんで。格闘技のプロを目指すってことですか。そうです。そうなの、はい、お、格闘技のプロを目指すの、はい。それはキック？いや、そこもちょっとこの位置で。なるほど、はい。で、この2人は今日はあの前出た福岡と違うけど、はい、ちょっとこの2人は中学校時代からよく一緒に遊んでて、この2人はもう自分が本当これはもう自分より強いって思える2人です。唯一。あ、トラより強いの。自分負けるかなと思います。へえ。キックならんですね。ああ、そうなんだ。ちゃんと格闘技してきたんや。強いです。そうだよ、なんていう名前。ルイです。ルイ、はい。と開始。開始、はい。へえ。まあ、もう格闘技歴長いんですけど、まあ、それは小学生の頃から。結構ルイちゃんやね。喧嘩なんかしなさそうやもんな、顔が。よかわ。全員が18か。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 18
自信ない自信ない、いやちょっと緊張しよう、緊張しよう、緊張しよう、18歳の子は、18歳の子はひろきちゃんが見たことあるやん、ありますよ、18歳の子は見てたやつ、いきなりカメラ向けないとしゃべらない、そうお自信は、じゃあルイはあります、やってみます、開始はあります、なさそうやな、でもリングに入ったらあかん、相手な、誰かまだ分からんし、でもトナのちゃん、あの相手がもう一番強いと思って広島の喧嘩師でしたっけ、そうそうそう、広島の喧嘩の天才だから、福岡の喧嘩の天才 VS 広島の喧嘩の天才、これめっちゃ面白いと思う、ね、絶対もうこれ普通に見たいもん、俺見たいです、僕も見たいお前払って見たいしそんぐらい面白いのちょっと期待してます、どうじゃあ広島側に歌って、よっしゃ行け、行ったれあ、ま、お前それさ、ごめんなさい、ごめんなさい、いつもさ、それ出ちゃうからさ、すいません、ちょっと癖、癖よっしゃ、行ったれ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 広島、やったりまーす、
あ、すみません。ちょっとレイジと同じ匂いだ。レイジと同じ匂いだ。いや、最後は決めてくれるよ。一番嫌そう。最後決めてくれるよ。一番嫌そう。行ったら。行ったら。行ったら。かましたで。行け。行こう。行こう。ということで、福岡 VS、広島のね。はい。楽しみです。わ、次は広島よく喋るんで、はい、ちょっとあの話聞いてください。はい。ということで、一回止めようか。はい。はい、ということで、広島の、広島の喧嘩自慢のメンバーです。この前出た人は、あ、そうで、カイが、なんと、トラとやるんですけど、広島の喧嘩の天才ということで、マジマジ。マジマジ。おいしくちゃ。すいません。どう今、福岡のアップ見とったけど、どうですか僕は全然楽勝です。どうですかはい。いけます。どうですかいけます。今日はちょっと広島対福岡で喧嘩自慢で 1-2 を争う強さの強行者がちょっとめっちゃ楽しみです。楽しみですね。全敗とかしたらやばいっすよ。少ししないですよ。福岡の人たちも全勝余裕でできるみたいな感じのこと言ってましたね。はい、現実を見てます。向こうはね、ほぼ全員ほぼ18歳ね。18歳ですね。18歳がもう現役の喧嘩自慢。はは、私初代喧嘩自慢。初代、はい、最近始まったんやけど、初代でね、ちょっとね、広島でね、なんかね、喧嘩自慢出てもらって、ね、どうしても言いたいことあるって来てるんで、言いたいこと言うてる。今回は本物を連れてきました。あ、自分じゃなくて、自分じゃなくて、僕も、ちょっと今回出れるんですけど、あ、ちょっと本物を連れてきたんで、もうやばいです。やばいエピソード言いましょうか。あ、エピソード一応教えて。カイのエピソード、カイのエピソードなんですけど、はい、このグループはクレでカイグループっていうのがカイグループ、双子なんですけど、カイマイグループっていうのがあって、カイとマイ、はい、この人たち喧嘩自慢になったら、おい財布出せっつって、お互いの財布出して全額かけて対話ってました。あ、でも自分も出すからね。そうそうそう、はい、で負けたことはないです。ないです。そうなんですよ。金冠ではめっちゃ勝ち続けたんや。そうですね、はい、負けたことないですね、はい、すごい超有名なんです。あ、でも言うよったら、その広島のこうやってあのやってくれた人も、はい、会話もすめちゃくちゃ喧嘩強いです。あ、でも大丈夫。めちゃめちゃ強い。でも喧嘩も天才なんでしょ。そうですね、めちゃめちゃ強いです。僕でも一回ダウン取った。いや、あ、なんでちょっと自分の、なんでちょっと自分のお金を上げに行こうと。自分、俺上げて、一応上げるみたいな。ちょっと電だったっけ。心のアンとか出るみたいな。そうだね。電だったらね、喋れるもんね。あとアンチも本当にこれ言われました。あ、なんかでもあれ、俺が調子の結構反響あったんやね。いや、やばいっすね。へー、もう、やからみたいなのに喧嘩売られるんかいぐらいの勢いで近づいてこられて、喧嘩も出てましたよね。怖いね。そうですね。やめてください。あれはドキドキ、ほんまにドキドキするけん。もともとそういうキャラでもないし、怖いばっかりで、うん、やめてほしい。でも会はもうな、喧嘩売られへんの。有名ない。そうです、そうです。クレッシで、クレッシどころじゃないね。いや、まあこの辺では。へー、楽しみ。やばいです。楽しみにしとってください。めちゃくちゃ楽しみですね。トラ対タイ、一個見たらバチバチだったんで、バチバチで喧嘩しに行こうと思います。そうです。じゃあ、さあ早速ね、試合していきましょうか。行きましょうか。すいませんでした。じゃあ、行こうか。ちょっと煽ってください。はい、煽る。じゃあ、一つずつカメラ前行って意気込み、ね、しばきです。はい、うわ、KO してやろうと思ってます。お願いします。必ず倒します。はい、ありがとうございます。絶対勝ちます。お前やらへんやん。この今日は KO で。お前もやらへんやん。なーい。ということで、さあ、福岡対、広島、喧嘩自慢、スタートです。はい。はい。
OK です。はい、ということで、広島 VS 福岡の喧嘩自慢対決1試合目、一斉 VS 開始、はい、いきます。はい、 OK ですか。タイマー押してもらっていいですか。はい、あ、すみません。じゃあ、いきます。あれね、キャッチとか、あ、クリーンを出して、 OK、 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 ケリとパンチだけど OK ですか。はい、いきます。いきます、いくよー、行きます、ね、いきます、第1試合目、よーい、スタート。イエーイ、はい、はい、はい、バチバチでした。バチバチでいい感じです。観客もめっちゃいい感じです、ね、OK、 じゃあ2試合目準備しましょう。はい、いいっすね。